厚木市は神奈川県のほぼ中央に位置する市、特例市に指定されている。人口は約22.3万人。第四次首都圏基本計画では、首都圏の業務各都市に位置づけられ、2002年4月1日付で特例市にも指定されている。工業、住宅において、東京、横浜の衛生都市として知られる一方、多くの山間部や農業地帯を有している。 大仙方面登山への入り口となっているほか、市内には複数の温泉地が所在している。比較的古い時期から県央地域の中心都市として発展した地域であるため、それにあやかって組織、企業、施設等に厚木、厚木、厚木、厚木等を関するものも多いが、そのいくつかは厚木市内に登記されておらず、所在地もない。 1980年代中期以降、ニューメディア都市構想の一環として、市役所、鉄道駅構内、図書館等市内各公共施設に、キャプテンシステム街頭端末の設置や、そこから展示たインターネットを利用した公共サービスの電子化などの先進的試みをいくつか実施している、地方公共団体でもある。2010年には、昼夜人口比率が114.9%となっている。 これは全国で16位の高さ。神奈川県内では1位となっている。厚木市中心部周辺の空中写真。市街地東方に隣接して相模川が北から南へ流れる。市街地南方に東米高速道路厚木インターチェンジ。1988年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。厚木市は神奈川県のほぼ中央にあり、東京、横浜からそれぞれ直線距離約4 5トル3 0トルに位置している。本厚木駅から東京都心までは、小田急小田原線の特急ロマンスカーで約45分、快速急行で、日中約48分、各駅停車で、 1> 約1時間半かかる。同駅より、東京メトロ千代田線直通の準急列車、新宿へ向かう、各駅停車の多くが、始発駅となっている。山中湖を源とする相模川の作る相模平野の北端に位置し、西の丹沢山地と、そこから南東に開けた相模川西岸の平野とに、またがる。海老名市、座間市、相模原市との境界を流れる相模川に、 東丹沢山地を源とする中津川、小愛川が市の北部で合流し、市の南部では多摩川が合流している。そのため河川による浸食地形が複数形成され、市南西部から北東部に向かう間に大地と浸食盆地が交互に現れる。市の北東海では一大地が終端から相模川を挟んで相対する相模原大地が望める。 相模川は、東市付近で、中流地形から下流地形に移行し、川口へ向けて、中石平野を形成する。流路に沿って、自然堤防が発達しており、厚木町旧市街地や岡田の旧集落がその上に、立地している。直下には、伊勢原断層が所在している。本厚木駅周辺はかつては稲作が盛んであり、水田が広がっていた。 中心市街域の急速な整備拡大により、水田が埋め立てられ都市開発されたため1970年代以降、地盤沈下が深刻な問題になっている。古来この地域は交通の要衝として知られ、津久井平塚間の中間公駅や、大仙街道中途の大仙参りの宿場町として発展した。そのため、元来中卸業者が多く、旧厚木町市街地域には、 トンヤが形成されていた。かつては水運も盛んで相模川を利用した河川交通の要衝でもあった。厚木の名の由来は川沿いに木材の集産地があったことから厚め木が厚木に転化したとする説がある。このことを背景に江戸時代中期の享保年間以降相模国内の愛好軍や講座軍などに飛び治療を有していた下野ス山藩が厚木に 神夜沖、飛びりを支配の拠点とした。明治以降も相模国及び神奈川県中央部における商業、交通の中心として栄えた。現在でも、県央地域の物流拠点となっており、東名高速道路や小田原厚木道路、県央道のインターチェンジや、国道129号、国道246号、国道412号などの主要国道が存在し、 またそれぞれにバイパスが整備されている。また、国道129号、246号、412号の重複区間となる山と厚木バイパスは、市中心部商業地域と、その他の西部地域とを分断する形で存在している。2006年現在、渋滞緩和のために、市内各地で振動の計画整備が進み一部では、開通もしている。大学、 短期大学が多い町であり、小田急、小田原線、沿線にある大学、短期大学の学生が集まる町でもある。市内の鉄道駅は、小田急電鉄の本厚木駅及び愛好石田駅の2駅だけであるが、本厚木駅周辺は高度に開発されており、同駅には特急ロマンスカーが総本数の半数以上が停車する。市は森林セラピー基地に認定されている。 神奈川県立厚木北高等学校建設予定地を含む小木の地区に縄文遺跡が発見されたことから縄文集落の形跡が確認された。東市域から相川城南東部にかけて毛利層が置かれた。平安末期、毛利荘は源義家の息子、吉高の所領となった。鎌倉時代初期には毛利影行の所領となっていたが、傾向は、 和田合戦に参加して敗北資料地は、鎌倉幕府に没収されたと考えられる。その後幕府の万所初大別当となった、大江広元の所領となり、広元の四男、君が毛利氏を名乗る。鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけて、毛利氏は本拠地を秋国高田郡吉田省に移し、戦国大名、近世大名に成長する。 毛利氏の両国会後、毛利僧は足立森永の所領となったと推定される。下月僧道後、特総領となったと考えられる。鎌倉に近く14世紀には盆小生産量で日本一であった。江戸時代、東市域は幕府領、旗本支配地、半領に細分された。時期が下るにつれて支配関係はより作綜したものとなり、幕末の段階では、 地域内に存在した村のほとんどが、複数の領主により支配される IQ となっていた。江戸時代後期、厚木村が、下津家から須山藩の支配となり、相模国内の同藩飛び治療を支配する陣屋が、置かれる。また、相模小田原藩師藩の陣屋が、中期の村に置かれていた。さらに、幕末の段階で、下宇佐桜藩堀田市武蔵金沢藩米倉市 相模小田原藩が原子域内に領地を持っていた。1868年徳川市の寸布入法により、小木野山中藩が支配していった駿河国内の領地の大大地として、東市域内の旧幕府領、旗本支配地の多くが同藩領となる。1867年当時の支配は以下の通り、 戦前は人口約4万人であったが、戦後の高度経済成長期からバブル景気時代にかけて人口が大きく成長した。1991年には人口20万人を突破したが、その後の伸びは看板で、近年は横ばいを続けている。国立社会保障人口問題研究所が公表している日本の地域別将来推計人口年3月推計によれば、 今後30年間でおよそ5万が減少する見込みである。また、厚木市は市が実施している人口減少抑制施策を加味した人口推移予想を公表しているが、こちらも今後30年間で3万人減少する見込みであることから人口減少は避けられないものと考えられる。厚木市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が 実施されている。住居表示実施前の町名等欄で河線がある。町名は、その全部、それ以外は、その一部であり、町名の末尾に数字がある場合には、町名を表す。市内に在住、または通勤、通学等で、厚木市に関係がある場合加入できる。市の主要施設をオンラインで結ぶことにより、インターネット経由で、図書館での本の貸し出しや市営文化スポーツ施設の、 使用などの予約が可能となっている。このサービスは、かつて厚木市が旧郵政省によるテレトピア構想の運用試験を行った経緯があることから、駅構内や公民館等にオンライン端末を導入したことを発端とする。集配を担当する郵便局は以下の2局である。このほか集配を担当しない郵便局が17カ所。 官郵便局が一箇所置かれている。衆議院小選挙区選挙では神奈川16区に属する。小選挙区制移行後の選出の議員は以下の通り。神奈川県議会選挙では本市で一つの選挙区を形成する。定数は3人。現市長と前市長は県議からの転身である。1995年に神奈川ネットワーク運動が 議席を獲得して以来、ネットは4期続けて議席を守ってきたが、2011年の選挙では議席を失った。NTT 厚木通信技術センター交通の要衝として、また首都圏に近いことから、研究開発、流通及びサービス業などの企業が集積している。県内は都心部に通う者の,のベッドタウンという位置づけをされる都市が多いが、厚木市は、 事情が異なる昼間人口の方が夜間人口を3万人程度上回っている。神奈川県内で昼間人口が夜間人口を上回っている市は厚木市のみである。2005年には企業等の誘致に関する条例を施行し新たな企業誘致に努めている。産業人口法に厚木駅周辺過去に存在した主要企業。 事業所本厚木駅周辺国道129号線沿い国道246号線沿い国道412号線沿いその他の地域日本国内日本国外かつては森の里に青山学院大学関口に昭和音楽大学が存在したがいずれもより都心に近い地域に移転し撤退した一部公民館は中央図書館の文館機能を受け持っているほか 全ての公民館で図書の退職手続きを行っている。下記のほか、自動館は市内に37カ所ある。中心となる駅は本厚木駅である。1日の乗降客数は約15万5000人で、小田急線内第6位である。他路線と接続もしくは連絡運輸を行っていない、日本の私鉄の駅では、最多乗降人員である。特急、快速急行、急行。 通勤準急各駅停車と一部特急を除きほぼすべてが同駅に停車し、通勤準急各駅停車の列車の多くが当駅で折り返し、運転を行う、始発駅となっている。東京メトロ千代田線、JR 常磐線各駅停車への直通運転、御殿場線直通の特急も存在する。また、同駅では2010年11月3日より、 東市出身及び市内にある県立厚木高校出身の3人により構成されるポップユニット生き物係の自分たちを育ててくれた地元への恩返しとして楽曲を提供したいとの意向に事業者も賛同し同ユニットによる楽曲エールの一部分を列車接近時のメロディとして起用した。なお市名と同盟の厚木駅は東市ではなく東隣の海老名市にある。 厚木バスセンターに停車する路線バス連接バスツインライナー中央に伸びる幹線道路、透明高速道路など広域的な交通利便性の高さを保つ一方それが影響しての市中心部の慢性的な交通渋滞それに伴う公共交通の利便性の低下が課題である特に人口の規模の割には鉄道駅が2つしかないためバス路線変調傾向が見られる バス路線網は、厚木小学校移転後の跡地に建設された、厚木バスセンター及び本厚木駅を中心に、放射線上に展開している。そのため、環状路線網が整備されていないこと、正午前後と夕方の時間帯に改装、営業便を問わず、厚木市及川にあるバス車庫の入出庫便が増加することが、渋滞要因の一つになっていること、また、カンナ中バスの合理化による、 発着本数の減少なども課題の一つである。また、厚木バスセンター厚木アクスト館については、2008年2月4日より、連接バス、ツインライナーの運行が開始された。今後、BRT やモノレール、ロープウェイなど本厚木駅と郊外との時間差を縮め、市内中心部だけでなく郊外部にも人を増やす施策を取るべきであると考えられる。 2008年12月21日より、パスも、スイカなどの交通系 IC が、厚木営業所全路線で利用できるようになった。前述のように市内に、鉄道駅が少ないことから近隣への移動は、自動車交通に依存しており、駅周辺道路は、国道129号、国道246号バイパス、県道603号上、カスや厚木線など主要幹線道路の影響から、 朝夕のラッシュ時に激しく混雑する。しかし、2010年2月27日に、相模立感動が開通し、透明厚木インターチェンジへの一極集中の緩和が期待されている。ありがとうございます。